はい、ですね、海外経由で何かがね、届きましたよっと、まあ、そんな感じで、ね、ちょっとね軽く開封をね久々にしてみようかなと思います。最近ね開封動画撮ってないんでね、海外からね、海外の楽器屋さんから届きました。まあもう見せちゃいますね。これリンストゥルメントって書いてありますね。リンストゥルメンツなんすかね。リンストゥルメンツっつったら何なんでしょうね。リンストゥルメンツってこれはですね、なんて言ったらいいんだろう、まあ、パッドやってる人だったら結構なんつうんだろう、知ってる人は知ってると思うんですけどね。でもあんまり疎い人は知らないかもしれないですね。僕は存在は知ってたけど、まあいらないでしょって思ってた商品なんですよね。そう、ケース付き。箱がもうほぼないと言っても過言ではないんだな。はい、リンストゥルメンツ。ちょっとまだね、開けないですけどね。なんか、アクセサリーが入ってますね。謎のアクセサリーと、USB のね、ケーブル。こういう、よくある端子ね。A だっけこれ。普通のね、端子。じゃあですね、まあ、開封っつって、ただの段ボール箱だったんですね。で、この最初から入ってた、これね。じゃあちょっとね、開けてみようかなと。チャックをね。さあ、どんなもんなんでしょうね。あ、バカーって開くんじゃないんだね、これ。俺はこういうね、ケース。すごいな、これ。でれーん。なんか、手紙入ってる。すごいね。ワランティー的なやつですか、これは。証明書っていうのかな。これはですね、パッドっちゃパッドなんですよね。128パッドです。僕がいつも普段使ってるような、まあ、16パッドのね、MPC とか、そういうのがあったりしますけど、こういうね、64パッド。こういうやつ。これの、まあ、ざっと倍？あ、なんか変な感じなんだな。大丈夫なのかななんだろうね、こういうパッドみたいにこうボコってなってるわけじゃないんですよね。こう浮いてるわけじゃないっていうのかな。これはさ、こうこの辺ねつってちょっと浮いてるけど、これは1枚のなんか凹凸がちょっとある1枚の薄っぺらい板です。板っていうかなんだろうね、薄っぺらい紙みたいな感じですね。ただ周りは上質ですね。これ 木だしすごく上質で、話によるとこれ iOS でもなんかできるって言ってるけど、本当にそうなのかな。 iOS 本当に使えるのかなっていう心配がちょっとあるんですよね。これね本当は200パッドっていうのがあるんですけど、僕が128選んだ理由っていうのは、正直今の段階で200は多分使いこなせないというか持て余しちゃうっていうのが理由でした。いずれ買うことになるかもしれないですね。でもまあそれはそれでいいんじゃないかなと思ってて、ガレージバンドとか動くのかな。動くならいいけどね。で、これ俺何のために買ったかって言ったらですね、まあ要はですね、最近僕がこのローンチパッドでよくやってる鍵盤演奏をより快適にするためというか、鍵盤数を増やすためと言っても過言ではないんですけど、そのためだけに作ってますね。ただこれなんかちゃんと入ってない気がするんだけど大丈夫なの？で、このネジはですね、なんかストラップとかのネジみたいだね、なんかね、どうやら。なんか動画とか見ると、なんかおっさんとかが、こういう感じでね、なんか引いたりしてるんで、それのためのネジみたいですね。まあこれはちょっとそのうち、ストラップ、まあそのストラップをね、使ってまで引くことがあるのかわかんないですけど、まあでも叩く感じではないですね、本当に引く感じです。引くっていう感じなんですかね。僕はね、この、結構、なんつうんだろう。あ、これもボツボツがあるんだ。あ、C の位置にボツボツがあるのこれ。僕自身は、そんなにね、なんかこう、まだがっつりピアノみたいな感じで弾けないんですけど、このサイズ感、200だともね、ちょっとでかくなっちゃうんですけど、このサイズ感でこの薄さだったら、何の文句もねえなと思って。で、しかも、これ、コード練習するにしても、これだと、64パッドだと、ちょっと限界はあるんですよね。でもこっちは、コード弾きぐらいとか、あと軽いピアノっぽいことだったら、限界があんまり感じれない。しかもこれすごいよね。まあ横はさすがに全部は届かないけど、でも余裕で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11ぐらいこうやって届いちゃうから、どこでも弾けんだよね、多分これ。工夫すれば。これはすごいよね。ちょっとね、iPhone 持っていきます。もう1台。はい。ですね、iOS はちょっとですね、なんかiPhone だと、なんか設定が必要みたいで、ちょっと僕よくわかんないんですよね。で、説明書とかも、サイトに行けばあるのかな。でも全部英語なんですよね。なんで、僕のですね、知り合いがですね、これの200パッド持ってて、もうほぼほぼ使い方分かってきてるらしいので、まあ、後ほど聞こうかなと思いました。で、僕のこれは128パッドで、まあ、サイズ感もすごく僕はいいなって今思ってるし、まあ、これはですね、パッドっていうか、本当にただ単に、少し凹凸感とかがあった方が、こう、なんか認識しやすいよねっていう程度ですね。だから多分、ずっと使ってるとこれ擦れてきて破けたりすると思うんですよね。これを多分めくると、実際になるセンサーみたいなのが多分あると思うんですよね。だから多分、で、ここは話によるとなんか交換できるみたいなので、まあ、その辺の心配はまあ今のところないし、ドラムを叩くみたいに、なんかバーンって叩くっていうよりは、もう本当に乗せるような感じで、みたいな感じで、まあなんか弾いていくのかなみたいな感じですね。で、まあ僕はですね、まあ鍵盤弾けるようにしようかなと思ってた時期もすごいあって、一瞬習ったりも、習いかけたりとかしたんですけど、まあ、やっぱりテンションが全然上がんなかったんですよね。で、64パッドになってから、結構一生懸命コードの練習、なんかするようになったんですよね。で、そんな時に、やっぱでも64だと、厳しい面が出てくるっていう話を、その友達の人からされて、で、こういうのがあるよっていう感じで200パッドを見せてもらったんですよね。で、まあ、その時は僕、ふーんって思ってたんですよ。まあ、そんなに一生懸命、弾く方に行かねえだろうなと思ってたんですよね。でもですね、見事に、まあ、今そのフィンガードラムだけじゃないっていうところがすごくいいなと思ってて、知らないうちにですね、やっぱこれが欲しくなったわけですね。やっぱいっぱいこういうメロディー楽器を練習していきたいなっていう気持ちにしてくれるんですよね。なぜかパッドだと、鍵盤だと全然やる気出ないんですけど、パッドというかこういうこのなんだろうな、新しい楽器っていう感覚なのかな、俺からすると。で、それだとね、すごく練習するんですよね。なぜか。だからパッド系じゃないと僕はもしかしたらもう楽器ができないのかもしれないですね、ドラム以外は。ギターとかも相当やろうとしたけど、全然ダメで、やっぱりこう乗らないんですよね、気持ちが。うん、とかなるんですよ、勝手に。だから結局これはね、タッチセンサーなんだよね。この幕の下で YouTube とか調べてもらうとですね、すごいピアニストみたいな人がこれを縦にしてね、ブラーってめちゃくちゃクラシック弾いてたりするんですよ。まあそのぐらい普通に演奏することができるんですよ、これはっていうのが、なんつうの、もう裏が取れてるので、であとは練習するだけだなと思って、でさらに鍵盤より、さっき言ったけど鍵盤よりもすごくはかどるんですよね、僕はパッド系の方が練習が。だからこれでもね、いつかこう、なんだろう、ピアノソロっぽいものとか弾ければいいなと思うし、で、その時に128じゃ足りねえじゃんってなったら、多分またその時は200買うかもしれないです。もうこういうなんか、ちょっとメロディアスな雰囲気ものみたいなのがパッドの方が僕はなんかできるんですよね。っていう感じでですね、今回はですね、このリンストゥルメント128っていうのを、まあ、海外から取り寄せて買いましたよって感じです。で、このリンストゥルメントっていうのは何なのかっていうと、もう本当は先にね、説明しとくべきだったんですけど、MPC を作った、赤井とね、共に作ったロジャー・リンさんっていう、パッドの神様がいるんですね。まあ、デイブ・スミスさんとかともね、仲良しで。で、そのロジャー・リン氏がですね、独自に、もう自分のね、会社を、として、メーカーとして今活動してるおじいちゃんなんですけど、まあ、MPC の神様が作った機材です。最近頑張って作ってるのかな。で、全然売れてないみたいなんでね、まあ、啓蒙活動とともに僕がこうピアノが、まあ、幼少の頃にやってた程度ので止まっちゃった僕が、こういうのを使うことで、果たして本当にピアノっぽいことが弾けるようになるのかっていうのをね、今 YouTube でもコードの練習としてね、64パッドをやってるんですけど、もしかしたらこのリンストゥルメンツもちょいちょい、出現してくるかもしれないです。まあ、64パッドだとね、結構展開しなきゃいけなかったりするんですね。音域を集めようと思うと。128にすれば割とコードだけだったらもう簡単にいけるし、まあ、なんなら簡単なねピアノの演奏曲とかだったら全然いけるよっていう話だったので買ってみました。でも話によると200あるともう普通のピアノレベルで弾けるって言ってましたね。まあ多少それでも音域は狭いみたいですけど、でも64よりはね圧倒的にいいと思うんですよ。学習するっていう面でもそのねコードがこういつもはねここだけでやってるようなもんなんで、まあこんぐらいか、こんぐらいでやってるようなもんなんですけど、それがまあ倍に増えるわけだから、普通にもうこう移動すればいいだけになるんだよね。あ、こっちが使えないや、こっちが使えないやみたいな風にならないわけですよ。だからもう直感的に普通に覚えた行動をただ押さえればいいだけになる。それがすごくいいなと思って購入したわけです。でもちろん、まあ、ベーシックな、ね、弾き方をちゃんと覚えて展開とかもしっかりすぐサッとできるようになっていけば64パッド置き換えとかもできると思うんですよね。まあ、唯一欠点といえばこれはシートを貼ってるようなものなのでフィンガードラムするのには確実に向いてないなって思いました。やっぱりこうソフトなタッチで弾くようなピアノを弾くような感じにやっぱり近いんだなって思います。ドラムのねこういう感じの振って叩くっていう感覚とはやっぱりちょっと異なるんだなって思いました。でそういう意味ではやっぱりプッシュ2って手放せなくて、まさにねライブルーピングみたいなのができる可能性があるわけですよね。鍵盤というかコード弾いてリード弾いてベース弾いてドラムまで行くっていう1個で完結するなんていうのかな遊び方ができる。まあ、こっちはどっちかっていうと本当にもうリードを弾きたい時とかピアノソロをやりたいとか、あとは制作ですよね。打ち込みに使うっていうそういう時だけですかね。だから僕のにとってのメインは全然もう確実にプッシュ2だなって思ってます。でもこれを使うことで、学習効果が強くなるなって思ったのと、ピアノ的な演奏、まあ、要はメロディー楽器的な演奏がすごくしやすくなる。サックスとかやってる人もいましたから、これでそこに少し憧れが今ありますねっていうのと、一生懸命練習してみたいなって思ってます。まあ、音楽ってドラムだけできればいいわけじゃないし、いろんなね楽器の要素とか、音楽理論とかねなくても今は作りやすくはなってるけど、やっぱりあった方が圧倒的に深みのある曲が作れるなって僕は思ってるので、これを使ってね今後はしっかり音楽勉強していこうかなと思います。高いんだよこれたったこれだけで10万近くするんでね。まあそんな感じでした。じゃあリンストゥルメント128の紹介でした。じゃあまたに。